イエローストーンの間欠泉間欠泉、間欠泉とは一定周期で水蒸気や熱湯を噴出する温泉のことである。アイスランドやアメリカ合衆国のイエローストーンの間欠泉が世界的に有名。メディアを再生する噴出状態空洞説、オー図垂直関節オー図間欠泉の仕組みには空洞説、垂直関節などがある。以下で各説の詳細を記す。 空洞説は地下にある空洞に溜まった地下水が地熱により温められる。水蒸気となって地表に噴出するという説である。空洞説を最初に提唱したのは1811年でアイスランドで研究と調査を行った J. マッケンシーである。日本では本田幸太郎、寺田とテラヒコラによって研究された。本田、寺田はアタメ温泉にあった大をモデルとして 理論構築を行った。空洞説概要図より空洞説を説明する。図の通り、地下に空洞 A が存在し、噴出管 A を通じて地上とつながっている。空洞内の水が地熱により加熱され、空洞 A 内の水蒸気圧が上昇すると、噴出管 A に溜まった水を押し出す。ある程度の量が噴出されると、噴出管 A 内の水蒸気圧が低下し、 噴出が停止する。導管 C から地下水が供給され、再び空洞 A の水蒸気圧が上昇すると、噴出が再び起こる。何度か噴出、休止を繰り返すうちに、導管 B および導管 C から空洞 A に低温の地下水が供給されて、空洞 A の水蒸気圧が大幅に低下して、長期の休止期間に入るというものである。空洞説は、 大量の温泉を長時間噴出する大規模な間欠泉は説明できる。しかし、地下空洞の認められない小規模な間欠泉の原理を説明することは難しかった。垂直関節はドイツ人のロベルト文前ンンにより1847年に提唱された。地面に対して比較的垂直に噴出関影があり、噴出関影内に地下水が溜まる。溜まった地下水は 地熱により加熱され、下層部が沸点に達する。下層部が沸騰を始めると、生じる水蒸気の泡が、噴出管営内を上昇し始め、それに押し出される形で緩やかな流出が地表で、開始する。噴出管営内の泡が増すにつれ、管内の水圧が低下する結果、下層部の沸点が下がり、一気に沸騰を始め、激しい噴出が始まる。しばらく噴出が続くと、 管内の熱水がなくなって、噴出は終了し、休止期間に入る。噴出管 A につながっている動管 B から、新しい地下水が流入し、次の沸騰開始まで加熱される。日本の野口君夫は、間欠線内の塩化物イオンなどの変化量から、垂直関節を支持した論文を1939年に発表している。一般に、1回の噴出量が少なく、 噴出周期が数分から数十分の間欠線の説明に適していると言われている。また温泉探査ボーリング等によって発生する間欠線のメカニズムを完全に説明できる。1997年、島根県津和野町で行われた敷掘によって、多量の二酸化炭素を含む温水、低温間欠線の噴出が始まったが、同じ垂直管内の突発のメカニズムで、 説明することができる。島根県木部谷温泉や山形県湯野沢温泉の炭酸間欠泉も同種例である。過去の活発な時期の上、諏訪温泉の間欠泉、芝石温泉の流干地獄、アイスランドの間欠泉、山寛平園温泉の間欠泉、ありがとうございます。